砲藤波慎太郎さん、アンチもファンもだんまりな成績を残してしまう。何も言えない模様。だんまりというかドン引きだよね。壮絶すぎて何も言えんわ。未だかつて誰も見たことのない領域に行こうとしてる。参加することに意義があるんや。イニングイーターの概念を覆した男。アンチとかおるんか？藤波のユニフォームいっぱい持ってるんやが。もうマイナス2じゃそら草も生えませんわ。もう終わりだよこの OA 系。契約の重要性を体現する男。防御率2桁安定は凄すぎる。アスレチックスは勝率1割台を脱したのに、2連敗で逆戻りだがな。失うものがないから強い。ここから逆転さよなら満塁ホームランする方法。敗戦処理としては100点や。藤波でも2勝できるメジャーリーグ。アスレチックスで2勝は冷静に考えたら異様やな。頼むからサイドで投げてみてくれ。打てみたいんよ。開幕2点半で与えるオープナーってシステムおかしくない？アスレチックス完封されたからそこは誰も気にしてないぞ。メジャーでも認められたのは何か嬉しいよな。ご視聴ありがとうございました。